F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。女性で行われた F0 レースでアセルトンゾナの消息が一昨日から不明になっており、その安否が気遣われています。パイロットの失踪はこれで3人目。優秀なパイロットだけが消息を絶つ裏にはレース関係者が関与しているという噂があります。君ニューフェイス？そうか、リュウさんは初めてでしたね。そういえば2週間ほど来なかったからな。ドリームです。リュウさんでしょ？私ファンで彼といつもレースを見てるんですよ。いい子でしょう。彼女の恋人もこれまた好青年でね。へえ。今度のミュートシティグランプリチケット手に入ったんです。彼と行きます。頑張ってください。わかった、期待してて。でも気をつけてくださいよ。レースで優勝した腕利きレーサーが次々に消息を絶っているというじゃないですか。俺だったら大丈夫だよ。これでも俺高機動。ん？どうしたんです？いや、必ず勝つさ。ミュートシティグランプリ興奮間近、デッドヒートを繰り広げています。元キングメテオベクタースーパーローダー、この私が優勝をもらった。よくやったわ。おめでとう。それにしても今日はやけに張り切ってたな。いい女と何か約束でもしたのかよ。まさか、ジャックじゃあるまいし。あら、リュウは真面目。そうよね、リュウさん。さあどうだか。本当は勝って失踪事件の犯人をおびき出そうって気じゃないのかな。出てくりゃいいですけどね。懐かしい車だな。お、ドリームって言ってたな。彼氏なかなかリッチなんだな。お、
けてもらおうか。神様、やっちまえ。ジャストモーメント、飛行青年諸君。誰だおめえは。正義と愛の使者スーパーアローとは私のことだ。誰に叱りしなくちゃダメじゃない。あなたはヒーローなのよ。そうだったハニー、ありがとう。親父頑張れ、かっこ悪い。ふん、口ほどにもね親父だ。さあどう料理してやろうかな。お先やっちまえ。お前ら、哀れなおっさんを傷つけたら天国に入れてもらえなくなるぞ。誰が哀れなおっさんだ。ユウ、ミー、あいつからやっちまえ。てれっ、覚えとけ。おととい来やがれ。リュウさん、ありがとうございます。怪我はない。黙れ。この人が君の。はい、トゥルカムです。よろしく。危ないところを助かりました。へえ。ということでトゥルカムのお屋敷に招待されることになったわけ。ドリームの誕生パーティーが今夜あるんだ。なんだよ、失踪事件の犯人を捕まえた手柄話かと思って期待してたのによ。その子どんな子だ。レースファンでさ、パイロットなら誰でも大歓迎だって言うんだ。おう、みんな付き合えよ。いいですよ、オフですから。 EAD は遠慮します。パーティーの雰囲気壊すかもしれないから。お前ロボットのくせにそんな気使うんじゃないよ。頭はげるぞ。リュウ、見てたのね。見てない、見てない。俺も遠慮するぜ。お上品なパーティーは苦手でね。リュウ、アロー夫妻も一緒なのか。あの夫婦何者ですか。グランプリのために全財産を投げ出してマシンを2台も買ったという変わり者だ。トゥルカム、本当にこの屋敷はおじいさんの遺産なのか。全部。いいじいさんを持って幸せなやつだな。ドリームも遺産なのかしら。10日前に出会ったんです。10日前に。はい、実はですね。大丈夫ですか。しっかりして。よかった、気がついたのね。悪いな。というわけで一目惚れです。私たち夫婦に負けず劣らず似合いのカップルだ。うん、天と地ほどの差じゃないの。彼が一目惚れしたのはわかるけど、ドリームはリッチだもんね。私お金なんかいらないわ。ただ自分が好きな人といたいだけよ。人を好きになるのに理由なんていらないでしょ。ごめんドリーム、ごもっともです。こりゃ一本取られましたな。一体全体どうなってるのよ。上からはパイロット失踪事件を早く解決しろって矢のような催促。このままじゃ僕クビになっちゃうじゃないの。申し訳ありません。グランプリの関係者が絡んでいる可能性もありますので。弁解はいいのよ、僕は夜も眠れないんだから。もういつ肩叩きに遭うかと。本部長、長官が呼びです。ああ、めまいか。本部長、しっかりしてください。入りたまえ。失礼いたします。申し訳ございません。この度の失踪事件には銀河警察の総力を挙げて取り組んでおります。どうかしばしのご猶予を。どこを見てるんだ。え、
田中君、こちらは私が大変お世話になっているキャサリン財閥の総帥ロバート氏だ。あ、そういうことですか。よかった。何がよかったんだ。ああ、いえ、こちらのことでして。はい。君を呼んだのは他でもない。20日前、私の娘がこの町に来てから消息不明なのだ。何かご事情が。実はこの町に来たのも見合いのためなのだが、私の決めた男とは結婚しないと言い出してね。これがお嬢さんの写真だ。さて皆さん、皆さんにお見せしたいものがありますので、こちらへ。ドリームはここで待っててくれないか。トゥルカム、名探偵スーパーアローとしては、これはドリームの誕生祝いに秘密の仕掛けがあると読んだのだが、どうかな。ね、さすがスーパーアローさんだ。鋭い。こちらです。ドリームへのプレゼントなんだろう、トゥルカム。いえ、皆さんへです。そりゃ楽しみだな。動くな。どういうこと。トゥルカム、何を見せてくれるの。これです。ゆっくりお楽しみください。リュウさん、何の真似だ。トゥルカム、すまない。そこでおとなしくしていてくれ。どういうことだ。一生そこから出られないということさ。なんだと。くそ、許さん。トゥルカム、お前こうやってパイロットたちを。そうとも、マイケル・チェーンの命令でね。マイケル・チェーン、宇宙暴走族のリーダーさ。トゥルカム、足を洗いたいそうだな。はい、これ以上パイロットを罠にかけるのは。女のためか。よかろう。その代わり、もう一度最後の仕事をしろ。これで約束は果たせる。この屋敷もマイケルがくれると言った。ドリームとも結婚できるんだ。バカな、そんなことをしてドリームが喜ぶと思ってるのか。トゥルカム、お願い、これ以上悪いことをするのはやめて。お願いします。何とでも言え。ドリームには手を出すなと言ったはずだ。トゥルカム、これはお前がボスの命令を実行するまでの人質さ。なら地下室を見てこい。計画通りだ。ドリーム。すいません、今日はもう終わりですが。いや、ちょっと人を探してるんだ。こんな女の子見なかった？そんな、嘘だと言って。残念だけど嘘じゃない。俺は人生をやり直したかったんだ、ドリーム、君と二人で。だから足を洗いたくってボスに。私はこんな贅沢な生活なんて欲しくないわ。そんなものいらない。あなたがいつもそばにいてくれればそれでいいの。ドリーム、私はあなたがお金持ちだから付き合ったわけじゃないって言ったはずよ。あなたは
貧しい私を普通に扱ってくれた。それは俺だって貧乏だったから。違う、あなただけなの。ありのままの私を認めてくれたのは。こんなことを続けるのなら私あなたとお別れします。あ、ドリーム。リュウさん、スーパーアロー、そのフクロウのロボット伝書バト代わりに使えないかな。それは明暗、やってくれるか。わかった。で、どうすりゃいいんだ。よし、飛んでけ、ズッカー、ズッカー。ここは正義と愛の使者、スーパーアロー様にお任せあれ。リュウ、ルシ、ハニー、スーパーアロー様がみんなを解放してやるぞ。オーマイダーリー、マイハニー。誰だお前。スーパーアロー様だ。なんだと。ダーリン大丈夫。夢か。しびれて変な夢を見たのね。トゥルカム、貴様。皆さん、トゥルカムを許してあげて。やろう。リュウさん、俺が悪かった。早く逃げて。マイケル・チェン。トゥルカム、貴様裏切ったな。お前らをこのまま返すわけにはいかねえんだ。そうか、お前がパイロット事件の張本人か。そうとも、有能なパイロットには消えていただいて、莫大な賞金は俺たちがいただくって寸法よ。お前のひん曲がった根性を叩き直してやる。気をつけろ、ルーシー。はい。二丁上がり。ハチの巣にしてやるぜ。ズック行け。ボス。覚えてろ、この借りは必ず返すから。ドリーム、俺はもうダメだ。何もかも失った。君も幸せにしてやれない。どうして。屋敷がなくなっても私がいるじゃない。大丈夫よ、お金なんかなくったって二人で一生懸命働けばいいんだから。私たちには夢があるでしょ。夢。二人で幸せになるという夢が。ドリーム、ドリーム。パパ。ドリーム、迎えに来たぞ。どうしてここが。あなたがファルコンハウスで働いていることが分かったから。銀河警察に頼んで、これでもパパは必死に探したんだぞ。言っておくけどパパ、私はパパの決めた人とは絶対結婚しないわよ。ここにいるトゥルカムと一緒にいたいから。ドリーム。分かってるよドリーム、もう何も言わん。パパ。そういうこと。
それにしてもドリームが大富豪の令嬢だったとはね。流した涙もこびつく痛みも全てを掲げて胸を張りたい。どんなに小さな存在価値でもマスク前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所たどり着くは奇跡まで。たとえ何が起きたって決して負けない。 We all grow up 今描いている未来はそう変えられる。 We all grow up さあ走り出そう。わからない。急に胸が締め付けられるように痛む。それはもしかして。なんだジャック。呪いだ。その呪いを解くには俺の熱い口づけしかない。なあ、よせ。次回 F0 ファルコン伝説謎の女ミスキラー、君の心にブーストファイヤー。やあ、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。今日は高機動小隊についてだ。ジョディを隊長とする高機動小隊は一般警察の手に負えない凶悪凶暴な犯罪組織を撃滅するために結成された銀河警察の中の秘密特殊部隊なんだ。彼らの最も重要な任務、それが F0 レースなんだよ。レースもよし、危険を顧みない度胸もよし。いやー、惚れ惚れしますね。え、そんな高機動小隊にどうしてルーシーが入れたのかって。先生が思うに、もともとジョディが彼女のメカニックとしての才能に目をつけていたんじゃないかな。それではごきげんよう。